エロディ・フレジェは、フランス出身の歌手、作曲家であり女優。本名は、フッツ、エロディ・ワンダ・ FRA ・ GA。日本語では、エロディ・フレジェと表記される場合もある。フランスニエーブル・県で生まれ、12歳で、ダンススクールに通い始める。2003年12月20日フランスのテレビ番組、スター・アカデミー・シーズン3で優勝しデビュー。2004年3月、ファーストアルバム、ジュテ。 ディスノンを発売。フランス国内のチャートで4位を記録し、収録曲であるジュテ、ディスノンとデローがヒットし、14万枚を売り上げた。2006年9月、2枚目のアルバム、レジューデナナエルロプロデューサーにバンジャマン・ビオーレを迎えリリース。フランスのダウンロードチャートで1位を獲得し、販売数でゴールド認定を受ける。 2007年ファーストアルバムであるジュテ・ディスノンがダブルゴールドに認定。2013年にアルバムアミューズブッシュをリリース。同アルバムに作曲家ティボー・バー・アビリンが参加した。ありがとうございます。